6月1日土曜日の朝からお昼にかけて袖ヶ浦西小学校にて運動会が行われました今年のスローガンは心を燃やせ稲妻のように走り出せみんなが輝く運動会でした応援合戦では1年生から6年生まで大きな声を出しながらどんどん家族のように一体となっていく姿は児童が少ない学校の特徴ですみんなが兄弟姉妹のようでした 赤・白の2チームに分けて競い今年は赤組が優勝したとのことです。